および月刊アフタヌーンに掲載された鶴田賢治の s f 漫画全一巻連載時はザスピリットオブワンダーの表題であったが、完全版の単行本化に際して、現在の表題となった。1992年に、東芝 EMI より、チャイナさんの憂鬱が OVA 化され、2001年に、バンダイビジュアルより、続編、少年科学クラブおよび短編。 チャイナさんの縮小、チャイナさんの惑星が発売。2004年の DVD ボックスには、新作短編、チャイナさんの杯きを収録。スピリット・オブ・ワンダーは12話から構成されており、チャイナさんシリーズの3話を除くと、各話が独立した1話完結の体裁を持っている、短編集となっているので、各話ごとにあらすじを作成する。各物語の共通項は、まか不思議。 高等無形な発明品であり、この発明品を中心軸として物語が回っていく。スピリット・オブ・ワンダーは独立型の短編集であり、物語を通して登場する人物はいないので、登場人物は作成しない。キャストスタッフキャストスタッフ1998年2から3月に文化放送、長期動放送、アニゲマスター内で放送、制作はガイナックス。 スピリットオブワンダー、ワンダーボックスマイナス特典として、初 CD 化。ありがとうございます。